はじめましての方もこんばんは。最近視聴者の方がどのような塗料を使っているのか気になって眠れない男ゆうちです。このチャンネルでは日本だけではなくいろいろな国の方々が動画を見てくれているので、だからこそ気になる。海外の方だけではなく日本の視聴者すべての皆さんはどのような塗料を使っていますか？よかったら熱いコメントと一緒に教えてください。さて、このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは女神デバイス小足むつみです。このキットはだいぶ楽しみにしていたんですよ。こいつなら満足できる改造ができそうだと思ってね。とはいえとりあえず素組みをしていきましょう。ニッパーと説明書を用意し、むつみを組み上げるとこんな感じ。いつも通りいいボディですね。しかし大きい胸の方が僕は好みだったりするので少し物足りない感がありますね。それよりも見てほしいところがいろいろあります。早速それらのパーツをアップで見ていきましょう。まあなんといってもこの複雑な模様のデザインの足タイツ、このタイツ一体造形で塗り分け済みパーツと思いきやしっかりパーツで塗り分けされているんですよね。なので他の女神デバイスとは少し組み立ての構造が違い、組み立てていていつもより楽しいです。特にすねのところはラインに沿って差し込みになっている上でパーツの塗り分けがされております。そして差し込みだからといって抜けやすいなどではなくしっかりはまります。そして一番僕の中で気になった部分がここ、また関節すごいピッチリしているんですよ。他の女神デバイスと比べると分かりやすいですが隙間が全然ない。そのためより見栄えが良くなっていますね。そしてこの顔、少し分かりづらいかもしれませんが目元の彫りが深くなっています。結構前に作った一条彩子の顔と比較するとこんな感じ。結構分かりづらいんですがね、なかなか彫りは深くなっていて可愛くなっています。そして可動域なんかも他の女神デバイスと同じぐらい動くので動かしていてとてもポーズが決めやすいです。さてざっくりいいところを見てきましたが、次は交換パーツを見ていきましょう。顔は全部で3種類、手は白いのが全部で7種類、黒い手が全部で9種類。なんとこの手のひらパーツ2種類の色があり、こんなにもバリエーションがあるんですよ。素晴らしい。さらに銃の先端につけるエフェクトパーツが2種類、その銃や武装類がこんな感じ。いつもの女神デバイスよりは少なめの武装類ですが、これらを一気に取り付けるとこんな感じ。大きいライフルはやはり見ていてとても楽しいですね。そしてこの足と肩周りについてる尖ったデザインのギア、とても素晴らしい。ちなみにハンマーは収納できないのでお好みで交換する形になります。そしてハンマー姿もとてもかっこいい。つけた武装類も柔軟に動くのでハンマーやライフルのポージングもとてもよく決まり、とてもかっこよくなります。そして先ほど言っていたエフェクトパーツはライフルの先端に専用パーツを取り付けることでエフェクトパーツを取り付けることが可能。これで表現の幅が広がるってわけです。さて、いろいろとここからもっともっといろいろといいところを見せていきたいところなのですが、冒頭でお話しした通りとても改造しやすそうなフォルム、こんなん改造しろって言ってるようなもんだろ。ならば今日はミキシングをする。ミキシングのお相手は最近 MGEX で噂のストライクフリーダムではなく HG のストライクフリーダム。なんで MGEX じゃないんですかって思ったそこのあなた、僕は買えなかったんですよ。そう、買えなかったんだよ。というわけでストライクフリーダムをむつみにミキシングしていく。だが少しパーツが心もとないような気がしたので今まで溜め込んできたジャンクパーツたちも一緒に使ってこの2機をミキシングしていくぜ。今回の改造は個人的にも楽しみだったぜ。それでは改造の方行くぜ。さあ俺のターンだぜ。まずは足から。足はまず後ろの装甲を取り外し、その下の関節のスライドギミックは殺し接着していく。そこに3ミリの穴を開けたらジャンクパーツの中から出てきた
Z2 の底をはめる。さらに足首パーツも一度外し、パーツセパレーターで分解。そしてむつみの足の関節がはまるように、ストライクフリーダムの足には穴を開け、むつみの足首パーツを接着。これによりしっかり動く足首の完成。さあ足は一旦置いといて、次に腕を見ていく。腕にはストライクフリーダムのこの装甲を取り付けたいため、ストライクフリーダムの根元のジョイントをカット、むつみの腕に移植していくぜ。これでざっくり腕の方の改造も終了。そして次にムーンガンダムで余っていた肩パーツを程よい形に整え、ストライクフリーダムのレールガンのところに融合。あとは程よい関節を見繕って腰にセットするぜ。続いて後ろについているこの装備、この装備をいじる前に、まずバルバトスやバエルなどで余っている肩パーツのジョイントを、先ほど取り外した足パーツの装甲にはまるように形を整え合体。そしていらないこの C ジョイントの部分はカットし、3ミリの穴を開けておくぜ。そこに3ミリのプラボを差し込んでおき、後でブースターを取り付けられるようにしておくぜ。ここでやっと本体の方の上の方に3ミリの穴を開けていく。そこに先ほど作ったこの装甲を取り付け、ブースターを取り付ければ一安心ってわけではなく、上の装甲部分に4ミリの穴を開け、ここにストライクフリーダムの羽を取り付けられるようにしていくぜ。これでひとまず後ろの装備は完成。続いてライフル、むつみのライフルは一度分解し、先端の重心の部分を切り落とし、ヤスリで整えたらストライクフリーダムのライフルを取り付けるぜ。そして取り付けたストライクフリーダムの先端には、先ほど切り落としたむつみのライフルの先端を取り付け、さらに重心にはエフェクトを取り付けるための専用パーツと、余っていたライフルの先端パーツを取り付けるぜ。ここからは細長くなりすぎてしまったライフルにパーツを足していく。まずは影虎で余っているライフルのスコープをストライクフリーダムのライフルの上に取り付け、その上にストライクフリーダムの太ももパーツを程よく形を整え、スコープの上に取り付けるぜ。そしてさらにウィングのバスターライフルで余っている弾があるので、こいつを後ろに取り付けていくぜ。さらに横幅が少し寂しすぎるため、 Z2 で余っている足パーツを分解し横に取り付ける。さあ一度ここで全体を見てみよう。今の状態がこんな感じだ。ちなみにライフルはさらに手を加え、 Z2 のつま先を下にセットし、さらに横にはセンサー類をくっつけてみた。後ろに背負っているフリーダムの羽と相まって、クソでかいプラモになってきてしまったぜ。しかしこれで完成と言い切るのはまだ早いぜ。腰周りの関節は少し窮屈で、さらにはボディの腰には少しボリュームが足らないような気がするので、さらに手を加えていく。さあまずはむつみの腰にはルブリスで余っているこの足の付け根の装甲を引っぺがし、リューターで内面を整え、中心に3ミリの穴を開けたら、Z ランナーなどで余っているジョイントパーツを取り付け、腰にはめていくぜ。そして盾はストライクフリーダムのビームシールドを使おうと思ったのだが、いまいちだったので、このエクシアのシールドを使うぜ。エクシアのシールドをうまく使いこなせるように、まず中央の四角い部分をきれいにそぎ落とし、そこに30ミニッツシリーズで余っている関節パーツたちをうまく継ぎはぎし、エクシアのシールドの内面に仕込んでいくぜ。そしてストライクフリーダムの装甲の赤い部分に3ミリの穴を開け、プラボを差し込み、関節パーツたちをドッキングします。そしてさらに縦の裏面をヤスリで少し表面を整え、フリーダムのビームサーベルの鞘を仕込むぜ。出来上がった縦がこんな感じ。これでもし銃を両手持ちさせるとき、縦が邪魔になろうものなら、関節で程よい場所に動かすっていう考えさ。これはステイメンガールを作った時に、あ、これ使えるなこのギミックと思って今回も実践してみたぜ。さあ続いて少し戻り、足パーツだ。
足パーツには少し物足りなさがあるので、まず横には溝を作り、余っているソルラプターの羽を程よい大きさに形を整えたら横に取り付けるぜ。さらに横のパーツの下の部分にはアスラ、キュービ、ホムラで余っているちょっとしたパーツを裏面に貼り合わせていく。これにより足のボリュームアップするぜ。さらに機体構造を考えていると、この機体どうやってバックステップ取るんだろうって思い、膝の裏面には 3mm のプラボを差し込みブースターを取り付けるぜ。これでバックステップも可能っていうわけだな。だいたい整った足がこんな感じ。程よいボリュームでいい感じだぜ。そして腰のレールガンの関節には、本来ストライクフリーダムの羽をマウントする部分をヤスリで整え、後ろの腰に取り付けられるようにするぜ。そして後ろの空洞には 3mm のプラボをはめた後、周りをパテで固めたぜ。そしてレールガンの方なのだが、ムーンガンダムのアーマーがいまいちなのでデザインを変更するぜ。このレールガンの上部分には、この前のあやつきで使わなかったかかとパーツを、内面をスッキリさせ取り付けるぜ。さらにホムラ、キュービで使わなかったリボンパーツを程よくカットし、レールガンの後ろの部分に取り付ける。さらに先端の方にもリボンの一部を取り付け、そしてさらにさらにソルラプターの足首のウィングパーツを横に取り付ければオリジナルのレールガンの完成だ。ちなみに関節はコトブキヤの関節を一つ足したので、さらに動かしやすくなっているぜ。最後に頭部の飾り、ベースにゼータガンダムの頭部を使い、いつも通り V 字アンテナを取り付けるのではなく、耳の横に髪飾りのように取り付けていくぜ。出来上がった頭部パーツがこんな感じ。インカムっぽくしている部分には00のアンテナを使ったぜ。大体の改造は終了。だがここからはちょっともっさりしてしまっているこのストライクフリーダムの羽をシャープにしていくぜ。そしてその他のパーツも手を加えていく。まずは先端を尖らせる。先端が丸まっているのでヤスリで少し擦り、 3mm のプラ棒を接着し、よく乾燥させたヤスリで表面を整え尖らせていくぜ。そしてファンネルの方は全体的に丸いので、ちょっと角度をつけてヤスリ掛けをします。そしてヤスリ掛けをしたらモールドを掘り終わったのがこんな感じだ。このモールド追加の作業を羽だけではなく他のパーツにもやっていく。やり方は、掘りたいところに鉛筆で下書きをし、デザインナイフで軽く溝を掘り、そしてその上からウェーブのタガネ 0.2 ミリで筋彫りをしていくぜ。この時最初は力は弱く、そして深く掘れ始めたら力を強くして掘るとうまく掘れるぜ。深く掘れたら一度ヤスリ掛けをし、 0.3 ミリで 2,3 回掘り直したら再びヤスリ掛けをして完成だ。そしてさらに筋彫りが完了したら 0.3 ミリのプラ板を細かく切り、少し寂しい部分に貼り合わせて、さらにディティールアップをしていく。これを全てのパーツにやっていくのだが、この作業にはすごい時間がかかる。もしこの動画を参考にしてやる場合は覚悟を決めてやってほしい。特にフリーダムの羽は面積が広いため、すごい作業量だったぜ。そしてディティールアップが終わったむつみがこんな感じだ。灰色じゃ何が何だかよくわかりませんね。ちなみに左腕に持たせているライフルは鉄血のオルフェンズのアスモデウスの小銃、そしてさらに胸元も変更、胸はアスラキュービの巨乳にしたぜ。これで大体の作業は終了。一度パーツを分解し、細かい塵やゴミを洗い流したら持ち手棒に持たせ、よく乾燥させるぜ。よく乾燥したら塗装行くぜ。まずはボーンペイントのシャドープライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。そしたら次に走行パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使い、全体を灰色に染め上げます。そして関節や武器パーツにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い、黒く染め上げます。黒く染め上げたブースト類には一度スターブライトシルバーを塗り、その後に純色シアンを塗り青色に染め上げます。その他の武器、盾の裏のパーツなどにはフレームメタリックで塗装、さらに小銃の方にはパールマーズダークブルーで塗り分けをしていきます。
ビームサーベルにはタコースグリーンを塗ります。ちなみにストライクフリーダムのビームサーベルはなくしたため、ウィングガンダムのビームサーベルを使っている。そして先ほど塗ったブースター類にマスキングをし、関節パーツ類などと一緒にパールカッパーで金色に染め上げます。次に装甲パーツ類にはピュアホワイトにコバルトブルーを少し足して白く染め上げ、その後マスキングをし少し暗めの色を調整し塗り分けをします。さらにワンポイントカラーとして水色を入れたいため、ライトブルー、ウォーカーブルー、ピュアホワイトで水色を塗ります。さらに羽や一部装甲にはコバルトブルーにローズディープレッドを少し足し青く染め上げ、白装甲と同様にマスキングをし3段階で色を調整し塗り分けます。さらに羽の装甲部分にはローズディープレッド、コバルトブルー、ピュアブラックを調色し黒紫色に染め上げ、ちょっとした赤いパーツにはローズディープレッドにコバルトブルーを少し足し赤く染め上げ、V 字アンテナなどの黄色いパーツにはビビットオレンジ、マイルドオレンジで調色し黄色く染め上げます。そして肌パーツにはサーフェイサーパステルピンクで一度ピンク色に染め上げ、その後ノンフレッシュとフレームアームズガール FG03 を1対1に混ぜ肌色を塗ります。そして髪の毛パーツにはコーラルピンクで塗装、その後ピュアホワイトでハイライトを塗り、クリアのトップコートで髪の毛をコーティングしたらローズディープレッドなどを混ぜ暗めの色を調色し陰影を塗ります。そして陰影はだいたい塗りすぎてしまうため、塗りすぎてしまった部分には100均のキャンドゥで買ってきたメラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった部分をこすり取ります。ただこすりすぎると下地の塗料までこすってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。こすり取って調整した髪の毛がこんな感じ、程よいピンク色になりましたね。そして肌パーツなどを塗装してる間に乾いたパーツのマスキングを剥がす。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。次は筆などによる部分塗装。まずはエナメル塗料のスカイブルーとロイヤルブルーをハーフに混ぜたものを白の装甲パーツに墨入れしていきます。この時はみ出してしまった部分にはエナメル薄め液で拭き取っていきます。さらにボディースーツにはスカイブルー単体で墨入れをしていきます。さらに青パーツ類にはタミヤ墨入れブラックを使い墨入れをします。そして口元にはエナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜピンク色に塗り、はみ出してしまった部分をエナメル薄め液で整えます。そしてデカール、フェイスデカールは付属しているデカールを使い、白装甲には市販で売っている青いデカールを使っていきます。そして青い部分には白のデカールを使います。ファンネルなどの少し長い部分には細長い白のデカールを使い、はみ出してしまった部分をデザインナイフでカット。そして端っこにそれっぽいデカールを貼り付けます。そしてデカールが貼り終わったらチーク。100均で買ってきた化粧品で、ほっぺたにチークを描いていきます。そしてチークが塗り終わったら最後にトップコート。クリアとツヤ消しをハーフに混ぜ、装甲パーツ類全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。小足むつみストライクフリーダム、いきます。
いかがだったでしょうか、今回の小足むつみとストライクフリーダムのミキシング。最初に言い忘れていましたが、この動画は前編に当たります。後編に何が来るかって、あれしかないだろ。あれについてはこの後の C パートでお楽しみください。それにしても今回のストライクフリーダムは、他のプラモを作っている間に裏でちょくちょく作ってたんですけれどね。ここまで行けばあと1週間ぐらいで行けるぜと思ったけど全然ダメでしたね。とはいえ妥協せず満足いく結果まで作り込んだので後悔はない。そしてちなみに今回の塗装のイメージはダイビングスーツを元にしております。ちょっと違った小足むつみ、そしてちょっと違ったストライクフリーダムを見ることができたのではないでしょうか。さーて今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っているぜ。それにしても今回はなかなか骨が折れたな。もう一人の僕、何を終わった気分になっているんだ。僕たちのターンはまだ終わってないはず。相棒、それはどういうことだ。僕らはミキシングを始めた時からコメントであの期待を望まれていたじゃないか。あの期待だと、まさか、まさか。そう、ミーティアだよね。そう、ということでこの動画は前編にあたります。後編については今スサノオやいろいろなプラモが届いているため落ち着き次第ミーティアに着手しようと思うよ。というわけで後編を作るまでまたしばし時間がかかると思うが、楽しみに待っていてくれると嬉しいぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。